こんにちは、速化塾のコボです今回はね、この記事を読んで考えたことをお話していこうかと思います。タイトルです。家も車も買っていない。なのに貯蓄もない。時給は娘より安い。段階ジュニアが見つめる参院選ということでございますえ。現在7月6日、もうすぐ参院選、7月10日が迫ってるわけですけども、私と同じ世代、段階ジュニア、つまりロスジェネ世代と言われている、我々から見た 参院選のその寂しさ、虚しさ、救いのなさってところかなと思うんですよね。まあ本当にね、このタイトルだけでいろんなことを思っちゃうんですけども、記事の方を読んでお話していこうかと思います。えー、段階ジュニアなので、同い年はとても多い。でも、私も含め同世代は非正規で、十分な収入がない人がたくさんいますと。うん、確かに。7月10日、投開票日の参院選、えー、選挙に合わせ、えー、京都新聞社の双方向型報道、 読者に答えるの LINE で立候補者への質問を募ったところ京都市の47歳コメントが寄せられました、まあ、私とね同じ世代です政治は女性の訴えにどう応えるのかってことですよね女性は四国地方出身で大学進学を機に京都に来たと、うん、現在は1歳上の自営業の夫と18歳の娘と3人で暮らすということで、えー、ご主人が一つ上でいらっしゃってあとね 18歳の娘さんがいるということでございますはい、えー、大学時代はバブル崩壊直後だったんですけども景気が良かった時代の名残が漂っていた私も同じですね就職活動も切実に感じなかったが10人ほどのゼミで内定をもらったのは男性ばかりだったとあ私のゼミはね男性しかいなかったんで、えー、みんなね就職は早めに決まったんですけども女性はやっぱりね男性に比べて苦しかったのかもしれないですね はいえー、女性自身は正規の団体職員の仕事を得ることができお、1997年に働き出した。しかし、出産を経て病気を患った。2005年 体への負担を減らすためにパートへと労働条件を変えた。ここが大きな転機だったということでございます。2005年というとね、ちょうどライブドアっていう会社が絶頂期で時価総額9500億円ぐらいで一兆に迫るとこだったのかなと思います。まあ私もね、これを機会に IT っていうのはすごいんだなぁと思い始めて気がつくと IT 関連企業で若くしてね、20代で役員となった人がどん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 ね、給料をね、何千万も何億も 取っていくというふうな富が集中したとっても希望のある時代が始まったんだなというふうに思った覚えがありますねいつか私もね上り詰めてやるぞと思ってこの時に自分の会社をやみくもに作ったのが私のビジネスのスタートだったと思いますはいじゃあ記事の方戻ります「経済的に滑り落ちると這い上がるのが難しい」「滑り台社会」という言葉がありますが本当にそうだったいくつもパートやアルバイトの職を転々とした ま、ここで振り返って思うのは、パートやアルバイトを繰り返しながら、そこでアウトプットすることですかね。どんな世界がそこに待っていたのかってことを話すことによって、実際にパートやアルバイトに着くと、どんな仕事が待っているのかっていうことを疑問に思っている人に答えることができる。つまりは、そういう方々の興味関心を呼ぶことができるなっていうふうに、今ね、こうやって見ていて思うんですよ。 つまりどんなアルバイトも、そのアルバイトに入んないとわからないことってたくさんあると思うんですよね。例えばコンビニのバイトをしますと。実際にはこんな作業があって、こんな休憩時間でこんな人たちが働いています。お客さんはこんな種類の人が来ますっていうことが、働いた人にはわかるんですけども、これからコンビニのバイトに入ろうと思う人って、わからないまま不安を抱えたまま、とりあえず働くって形を取ると思うんですよ。ということはね、事前に そのコンビニのバイトならコンビニのバイトで何が待っているのかってことを分かった方がいいと思うんですよね。それなりの覚悟も準備も、それから時給とのすり合わせもできますから。からそういった意味で、あの、内側を発信することっていうのは、今では結構ね、まあ、あの、YouTube などで普通に行われていますけども、当時からそれをやっていけばよかったのねっていうのは、ちょっと振り返って思いますよね。これは別にね、なんでそれをやらなかったのって問いかけてるわけではなくて、こういった自分の歩いてきた現実から、 当時こういうことに気づいていればどうだっただろうかっていうふうに一つずつね分岐点を探るっていう作業これ私結構好きなんでやるんですよねじゃあ記事に戻ります、えー、国の出先機関のパート職員として働いたことがあった11ヶ月働いて1ヶ月休みまた11ヶ月働いたあ連続雇用すると待遇を改善しなければならないそのルールを逃れるため雇用期間にしか思えなかったねこういうことに気づいているのはすごいですよね で、気づいているんだったら、この働き方で消耗させられていく自分は何なんだろうか。このままこれが続いていったら、結局安く買い,買い叩かれて、何も自分には残らないってことに気づいてるってことなんですよね。これはセンスが良かったと思います。ただし、気づいていたんだけども、そのために何らかの行動を取らなかったってことはあるのかなと思います。アルバイトの団体職員として勤めたこともあった。仕事内容は、 正規職員に似た内容だったが、手取りは年110万に届かなかった。ある春、悲しくなる出来事があった。正規職員が初任給で母親にプレゼントを買ったと聞いた。自分や親に買うことができない。雑務が多くスキルが上がらないため7年ほどで辞めた。すごいですね、7年勤めたっていうのはね。この雑務が多くてスキルが上がらないことを7年勤めちゃうっていうのは、うんちょっと厳しいことを言えばね。 もうちょっと早く手を打てたんじゃないですかってことですよ。7年って言ったら、本当長いですからね。7年でスキルがつかないっていうのは、もう一重にその人の責任とも言えるんですよ。7年ですからね。じゃあ7年間の間に知り合った人々とどのような信頼関係を築けたんですかと。7年勤めてる間に何人の後輩が入ってきて、後輩の指導とかはどのぐらいできたんですかっていうこともあるんですよね。 だからいろいろとここで気づけることもあったのかなと思うんですよ。7年働いてスキルがないっていうのは、これは環境のせいというよりも、じゃあその環境の中で自分がその7年間勤めたら勤めたでね、辞めた後でもその7年間が使えるように、レバレッジを利かせるような考え方をしていたのかなってことが問われてるのかなと思うんですね。まあ、これは大学とかで学んできたことだとは思うんですけども、もしかしたら、 学びこれは今更言うなよじゃなくて私はこの20代ぐらいになって仕事に就くってことは3年なら3年働いたら何が残せるだろうかみたいなことを考えながらその3年とかね1年とかね時には1日ってのを過ごさないと本当にただアルバイトの延長線上で働いて終わりみたいなことになっちゃうんでもったいないよっていう意識を持っていたってことなんですよ。これは今でも思いますけどね47歳 ね、この記事を書いた方47歳私は49歳ですけども49歳分のアウトプットが今できるだろうかってことを考えると49歳分はとてもできないんですけどもまあでもね過去10年ぐらいのことはあアウトプットして一定の影響力集客力をつくえることはできるんじゃないかなっていうふうに自分の人生を振り返るんですよねでこれからの人生もそういうふうな1年2年でありたいなと思うわけなんですよまあこれは経験をお金にするとかいう考え方ですけどもね はい。ちょっとまた記事に戻ります。すいません、ね。あの注釈ばっかり入れちゃって。え、1971年から74年生まれとされる段階ジュニア世代。え、私もね、全くその通りです。1972年なんで。1歳当たりの人口は約200万人に上り、さらに就職氷河期に重なっている。一度も正社員に就いたことがない人は珍しくない。うん。まあでもね、正社員の時代ではないっていうのはね、この時代に生まれた方は結構聞いてきたと思うんですよ。うん。その中で正社員を、 望むのもいいんですけども、正社員になると、あんまり良くないよっていう風なね、例えば45歳で、まさに今、この瞬間ですね、あの肩たたきにあっているという事実もありますんでね、うん、時代は変わって何が起こるか予測できませんけども、予測ができないからこそ、終身雇用で70歳ぐらいまで働けるっていうのは、その前提は20代の頃に消しておかなくちゃいけなかったんですよね。 うんで、正社員が黄金の時代っていうのも何が起こるかわからないってことと重ねると、正社員だからといって安泰じゃないってこともやっぱり20代ぐらいで覚悟しないといけないかなと思うんですよね。だから正社員についたことがないことが問題ではなくって、自分で稼いで自分で生きているスキルを正社員だろうが非正規だろうが持っていないってことをちょっとね、見た方がいいかなと思うんですよ。正社員だってね、やっぱりこう、出世してウハウハの人もいればね、 本当なんか窓際みたいな人もいたりとかして今にも辞めさせるみたいな立場もいて触れ幅が大きいんですよね。うん、だから、あの正社員だからどうじゃなくて自分がどうあるかってことなんだろうなと思うんですよね。うん。まあこれ言うとまたね、結局は、あの、勝った人の理論でしょっていうような言葉が飛んできそうですけども、そういう、そういう攻撃やめてくださいね。<laughs> あの、あくまでも私の今思ってる感想ですから明日にはちょっと考え変わるかもしれませんのでね。 はい、続きをいきましょうか女性はハローワークで簿記や医療事務の職業訓練を受けたでもキャリアアップできない何のプロでもない状態が続いたつまりね医療事務とか簿記、あのー、っていうのはあ,のあれですよどちらかというと差別化するような業務じゃもうないんですよね うんやっぱこの簿記を持ってるから有利ってことも今ね自動会計ソフトってのあるわけですからで医療事務ってのもまあこれはね一時期必要だったんですけどもまあでもね医療事務もそんなにはいらなくなってきてるってところをやっぱり見なくちゃいけないかなつまりは資格や能力をつけた後にそれがマーケット的にね温かく迎えられてくれるって環境かどうかってことなんですようんだからこれがないと最低限やばいよねっていうのとこれがあったらむちゃくちゃ有利だよねっていうのと全く違うんですよね これから弁護士っていう資料ですらね、稼げないと言われてるわけですから。うんだから本当に今必要なのは何かって言ったら、例えば YouTuber として集客、再生回数をね、稼げる動画を作れることとかっていうのも一つじゃないですか。だからこれ過去のものなんですよね。簿記とか医療事務ってのは私たちが10代の頃にいいんじゃないのと言われてたもので、やっぱね40になったら簿記や医療事務を持っているんじゃなくて、やっぱ IT に詳しいことっていうのが、 前提にななるのかなと思うんですよ、ね、あのホームページ作れる、まあ、ウェブサイトが作れるみたいなことでもいいと思いますしアクセスアップのための、ね、ツールが開発できますよプログラミングできますよみたいな方が絶対よくってしかもあの段階世代私もそうなんですけども2005年にそのライブドアって会社ホリエモンがねやってるわけですよだからつまりは IT を使って私たちと同じ世代が大当たりしてるわけなんですよ なのに私たちはその大当たりしているところを避けてきたっていうことなんですよ。時代に逆行しちゃったってこともあるんで、今からでも遅くないんでね。あの IT の世界に入るっていうのを一つ考えてもいいんじゃないかなと思います。で、正社員の道も模索したが、求人票見ても給料は驚くほど安い額だった。<laughs> この正社員の中でも、やっぱ誰もが目指す正社員っていうのは安いんですよ。でも誰もが目指さない、さっき言った IT みたいなのは給料未だに高いですからね。だって目指す人がいないわけですから。 で、この記事を聞いてる人も目指さないでしょ。うん。でも IT って難しくないですからね、本当にね。先入観だけなんですよ。例えば YouTube の動画投稿を1日10本する。でもこれ別に IT 企業ですからね、これで。IT 事業ですから。それをやりますかってことで、いやー、ちょっと10本はとか思っちゃうでしょ。うん。でも、10本毎日やると、もうね、えー、特にね、あのー、普通ですよ、本当に <laughs>。呼吸をするような、歯磨きをするような感覚で動画10本ですから。まあ今もこうやって動画撮ってますしね。 だから何か記事を見ると動画にしようみたいな感じなんですようんでそういうふうな,あのなんですか、ね、ルーチになるんですよね最初は取っかかりは悪くてもねはいそして長時間労働が想像的身構えてしまった現在は週3回アルバイトの団体職員として働く時給は最低賃金で18歳の娘のバイト代より安いえ乾いた笑いしか出ない気持ちはすごくわかりますね、えー、今週公立高校を卒業した一人娘は海外の大学への進学を希望している えー、夫の親がかけてくれてた学証券をなんとか送り出すそうだがうちはお金がないんだからと愚痴を言ってしまうでも思い直す自分は不自由何不自由なく大学を出してもらえたのにあまり言ってはダメだなということなんですよつまりね娘さんは大学進学を希望してるんですけども親たる自分はお金があんまり出せないよってことでも大学に行った自分は親にお金を出してもらったっていう、まあ、このジレンマですよねここにも頭を痛めるところだと思います 時代が変わったって言えばその通りなんですけども、時代が変わることを前提に、じゃあどう自分がその時代に合わせてカスタマイズしていくかなってことを、やっぱりね、やっていかなくてはならないし、今からでもやれると思うんですよ。で、それがですね、やっぱりこう、うん、今の状態だったら、例えばね、私がね、10代の頃って、大学に行けば大きな会社に入って安泰だよみたいなモデルがあったんですよ。だからとりあえずそれは目指すんだけども、でも自分が本当に社会に出る頃に、 こんなことって常識って変わってないかなっていうふうな疑いも持たなくちゃいけなくってやっぱ10代の頃ってね常識になんか支配されないぜみたいなそんな生きがった思想を持っていたと思うんですけどもまさにその通りなんですよそれが正しかったっていうことなんですよねうんはいえー、国民年金基金に加入を促す通知が夫や女性の元にも何度か送られてきた夫は加入を検討しているだがどこにそんなお金があるっていうのと反論してしまったと、うん、お金がないんですよ どこにそんなお金があるっていうのないから、じゃあ作りましょうって形なんで、例えば1日に1時間、どっかで時給ね、900円で働いても、900円はできるわけなんですよね。で、900円かける20日で1万8000円はできますよねっていうふうな発想に行くのか、それとも、もうお金が今の状態でインカムが限られてるから、その中でやっていきましょうって考えちゃうのか、時給単価を上げるか、働く時間を伸ばすしかないっていう時に、 時間がないっていう発想を持ってる人は、じゃあ時給単価を上げていこうかなっていう発想に行けば、まあ突破口は見出せるんですけどもね。それこそ自分でこの道もダメ、あの道もダメっていうふうに自分でですよ。その道を否定してしまえば、本当に苦しい人生これからも続くってことが想像できて、暗くなっちゃうんですよね。でも、必ず突破口はあるはずなんですよ。そこを諦めずに、まあ手数を増やしてほしいなと私は思うんですよね。同じ世代の仲間として。 で、女性を社会人として働き出して25年を迎えた。その期間は日本の薄られた30年にほぼ耐えまる。これも私も同じです。え、現在は、岐阜が所有するマンションに暮らす。家も買ってない。車持ってない。なのに貯金もない。これはよくわかりますよ、うん。10年前の私がまさにこれだったですよね。家も買ってないし、車持っていない。でも貯金がなくて借金が3500万というね。そんな恐ろしい状況の中で、まあ今はちょっとね、だいぶ違う暮らしを送ってるんですけども、それは、あの、常に毎日のように自分に 全く関わってこなかった世界っていうのに手を出し続けた結果当時マージャン店で働いていた私はですね <laughs> <laughs> あのネオヒルズっていうねテレビ番組を見てインターネットだなと思ったわけなんですよねそれからこの YouTube を続けてるわけなんですけどももう本当にね1億円なんて最初の3年ぐらいで作れちゃったのがあの驚きの現実ですよ今でもそれは変わんないんじゃないですかねまあ1億円とは言えなくても20003000万だったら本当に20003年で作れるようなルートはありますよね 結果が約束されているわけではないんですけどもはい女性は参議院での抽出すると働く人全体の収入が底上げするような未来を作ってほしい非正規や正社員という立場で分断のない社会にしてほしいし支援が届きにくい一りぼっちの人を可視化してほしいこれは本当に切なる思いですよねあのやっぱりねこうすればいいああすればいいっていうふうなあの論法はあるんですよでも それができない苦しさっいうのも同時に分かんないといけないし分かっちゃえるんだけどもなかなか体が動かないんだよっていうのもあのその人一人一人のね現実ですからそれはあなたのせいでしょうとかねあなたが考え方を変えないよっていうことでは改善しないっていうことは私は本当に痛切に感じるんですよね。 はいちょっと長くなりましたけども、ダラダラと思うことを話していました。ちょっと考えがまとまったらね、また別の動画を出すと思いますけども、私もこうやって喋りながらね、あーこういうことなんだなーっていうのが、だいぶ自分の考えをね、改めるきっかけをもらいました。本当に。記事に感謝です。情報発信に感謝です。ありがとうございます。